大塩温泉は福島県大沼郡金山町にある温泉。同名の温泉が長野県上田市にもある。また福島県山郡北塩原村には大塩浦番台温泉が存在する。炭酸成分が日本でも有数の多さであるのが特徴。只見川と国道252号の間に温泉地が広がる。ひなびた温泉地であり旅館。 民宿は2軒存在する。共同浴場は1軒存在する。また、只見川沿いには、春先のみ温泉が流出する、の湯がある。この湯船は昔は共同浴場として利用されていたが、ダム開発により菓子が近づくことから、取り壊すはずだったもの。また、常に、整備されているわけではないので、場合によっては、入浴前に清掃を行う必要がある。また、 ダム湖のそばの崖沿いにあり、転落などの恐れもあって危険であり、入浴の際には十分注意する必要がある。温泉地の近くには炭酸水を汲むことができる井戸がある。この炭酸水は2019年に開催された第14回、20カ国、地域首脳会合にミネラルウォーターとして提供された。また、かつて輸出もされていた。現在は、 炭酸水をボトリングする工場が井戸近くに存在する。平家油田説によれば工房大師の発見とされる。戦後は当地で行われた開発に本堂されている。ありがとうございます。